美術系の高校に行って、帰りに集合で美大予備校行って、私何してんだろうって最近思っちゃって、マジでやる気も起きないし、書いても予備校で評価してくれないし、何のために絵描いてんだろうって思う時があるんですけど、そんな時どうしたらいいですかインプットの時間を作るといいでしょう。絵を描くことはアウトプットの工程です。吐き出すばかりでは想像の種がすぐに枯渇してしまい、絵が苦痛になってしまいます。インプットとアウトプットのバランスが大切なんです。画家は、 遊び、恋愛、仕事、家庭などから得た感情を自分のフィルターを通して吐き出す仕事、人生経験の加工製造業です。経験という素材を仕入れなければ、作品を作るのが苦しくなって当然、品薄なのに大売り出しを続けている八百屋と同じような状態なんです。ただし、美大入学が目標ならば、今は技術の向上に集中するのもいいと思います。苦しいと思いますが、未来の自分のための土台作りだと思って頑張ってください。 応援してます。ありがとう